Cat Business! ブタカツヒロー、ギブラ! 詩さんのことをご存知の方は相当尺蔵の熱烈なファンの方だと思いますが、昨年のパシフィコ横浜で行われた最強プレイヤーズコンテストのファイナリストでいらっしゃいます。2年連続の出場なんですが、 どうですか、去の演奏。まあまあ、演奏はどうでもいいんですけど、帰りの飛行機に間に合うかどうかが今、決まってしょうがないんですけど、今日熊本からお越しいただいております。さあ、それでは審査員のコメント、はんちゃん、お願いします。お疲れ様でした。ピーボーンですよね。クラシックでできているトロンボーンなんですけど、音色を聞いても全然プラスチックの感じがしなくて、とても音色がソリッドでいい音をしてたと思います。で、あと、テーマの、テーマ吹いてる時の、そのスライドポジションの選び方がすごい上手くて、 見ていて、あ、そうやって吹くと吹きやすいんだなってすごい思いながら勉強させていただきました。それと何よりですね、冒頭の元さんとの絡みですね。元さんの絡みを全然寄せ付けない、圧倒的な何ていうのかな、こう、人間としてのこうブレなさがすごいかっこいいと思います。これからもずっとトロンボーンを続けていってほしいと思います。ありがとうございました。 じゃあ次はトランペットですかね。次回あるとしたらトランペットで参加していただきます。